はじめまして、キム・キョンハと申します。ある日ネットを見たとき、ある黒板の写真を見ました。とある先生が卒業する生徒たちに最後に残した宿題でした。写真の中ではこう書いてありました。幸せになりなさい。君たちがこの宿題を出す頃にはおそらく僕は天国にいるでしょう。ゆっくりでいいからいつか面と向かって幸せになったって伝えください。待っていますと。いい先生ですね。自分の生徒の幸せをそこまで考えているとは。でもこれはとっても難しい宿題ですね。ここにいる皆さんは幸せですか？どうやったら幸せになるでしょう？人は死ぬ前に一般的に何を後悔するのか知っていますか？5つの共通点があります。他人の期待じゃなくてもっと自分に忠実に生きればよかった。家族と過ごし時間を減らすまでそんなに働かなければよかった。もっと自分の素直な気持ちを伝えればよかった。もっと友達と連絡を取ればよかった。もっと幸せに生きればよかったの5つです。今の世の中ではお金や世界にビッグになることばかりを考えて自分の人生の本当の目的を忘れていると思います。大きい夢を持つのは素晴らしいことです。難しい道だとしても私たちはその夢に向かって夢中になって頑張ります。周りのものを放っておいてまで頑張ります。でもその夢が叶えられる保証はどこにもありません。仕事や勉強は大事ですけど毎日一度しかもらえない人生を使うほど大事ですか？もしその夢を叶えられなかったらどうしますか？もっと自分に失望するでしょう。人生もなりたい自分も失いましたから。心理学ではある理論があります。人は今の自分となりたい自分があります。今の自分となりたい自分が離れているほど人はストレスや悲しみを感じます。この場合では私たちはなりたい自分と遠すぎてとても幸せを感じられません。私はこう思うんです。私たちはそんなに未来を意識せず今を生きるべきです。新しい人に出会って友達を作って恋に落ちてもっと人生を楽しんで悔いのないように生きるべきです。そしたら幸せに一歩近づくでしょう。ありがとうございます。